どうもリアクト TP! ウェイ水野ひかるです。かっこよくなるためのプロジェクトパート 1! ついにですね、かっこいいと言われるプロジェクトがですね、始動し始めました。前回の動画を見てくださった方ならわかると思うんですけども、先週の木曜日にこういった動画を出しております。そこでですね、かっこいいと言われようプロジェクトっていうのを開始しました。僕の人生の軸っていうのが、かっこいい男になるっていうのが目標っていうのを前回お話しさせていただいたんですけど、かっこいい男になるためにちょっと今日は、まあ、前回も言ってたんですけど、ちょっとボランティアとかに参加してみようかなっていうふうに思いまして、なので今日はゴミ拾いウォーキングに参加してみようと思います。今日ですね、参加させていただくボランティアの団体がですね、レッドペンギンズさんというね、団体さんになっております。このレッドペンギンズさんはですね、ゴミ拾いウォーキングをこう通じて、その地域のその仲間の親睦を深めたりとか、身近なそのゴミ、その社会のゴミ問題っていうのについても言及しているっていう団体になってまして、でそこに今回参加させていただくんですけど、この赤い T シャツ、レッドペンギンズっていう名前もそうなんですけども、何か赤いものを身につけて活動をしているそうなんですね。地域活動って目立ってなんぼっていう風に言ってるので、もう今回僕はこの赤い T シャツを着て参戦していこうと思います。ちょっとこういったゴミ問題とかもあるし、こういう風に活動されてるよっていう方々もいらっしゃるので、そういったのも紹介しながら、ちょっと僕はこのプロジェクト第1弾をついに始動できればなっていう風に思います。ということで行ってみましょう。ヒカルと言います。あ、ヒカルの方も、はい、ヒカルの方も思いやすい。あ、そうね、それが今まで集めたゴミっていうのですよ、ね、いや、これは、ね、お店のゴミですよ。お店のゴミで、これがお店のね、ゴミ置き場の一部をお借りしておりますので、ゴミ置き場の一部をお借りしております。はい、ちょっと待ってね。ゴミ袋も色が違う。そう、違うですね、はい。ピンクはね、ピンクになるよ。燃えるゴミ以外は全部ピンクにしてください。はい、どっち持ってくる？燃えるゴミ以外がピンク。ピンク、ピンク。持ってる？はい、持ってます。やっぱりうちの市とは違いますね。はい、ありがとう。おはようございます。おはよう。はい、降ってないので、もう傘は閉じてしまって。隣のこと隣の話。嘘じゃないですか。あれ、うちの息子隣に2分の話。あそこの息子さん、光君ですもんね。あ、じゃあ本当なんだ。本当に一緒の名前なの。狭いですね、世間って。鬼ばかりだな。すごいわ。はい、すぐゴミ拾いに行ってきます。で、コースを分かれてそれぞれとゴミを取っていくということですね。興味があるとか。そうですね、ボランティア一応その僕大学でもゴミ拾い、そのサークルでゴミ拾いがあるんですけど、でもその分別とかってしっかりともあんまり、とりあえず集めて終わりだったりするので。でもここまでそのなんかとりあえず分かれてとか、僕出身が名古屋じゃないんですよ。どこ？蒲郡で。蒲郡？蒲郡か。俺新城だぞ。あ、本当ですか。僕蒲郡でやった相撲大会で優勝したよ。すごいメンバーが揃ってます。三河弁で喋るか。三河弁、でも三河弁意外と似てますよ。ジャンダラリンとかにも。お願いします。何でも使うな。ダラーとか使いますね。そうだな。ドイじゃんって言うの。あ、そう、何でもドをつけます。三河弁は。三河弁ですか。ドアツイとか。あ、そう、ドアツイとか。ドアツイで。あ、そう、ドアツイですね。なんか形容詞にドがつきますね。
今日は雨だから意外とちょっとゴミが少ないですね。綺麗なんですよね。そうですね。毎日てか結構どのぐらいの頻度で。あ、知らなかった。週1だよ。週1毎週日曜日だよ。毎週日曜日だ。毎週でしょ。でもやっぱ毎週やってるだけあって少ないですけど、それでもなんかタバコの吸い殻とかは結構ありますね。田んぼに行くとね、もっとすごい大物っていうのかな。マックまとめてってやつ。じゃあ皆さんそういうとこ捨てちゃったりするってことですよね。中見さんの前で言うのもなんだけど、実は私ら環境団体ではないんだよな。あ、そうなんですか、うん、だから別の人とも何でもいいんだけどさ、実はこういう活動をしてみんなと喋りたいだけなんですよ。あ、でもそれも一環ですよね。健康大事よね。そうだから、だからゴミを捨てる人については私らは怒りもしないんだよ。捨てるなとか言って怒りもしない。名前は書いていいでしょ。拾う人も、拾う人と仲間になれただけだったんだよな。いいことですね。え、でも捨てるよりかは拾う人と仲いい方がいいですもんね。そうそう、だって環境のことでさ、そういうことで起こったとしても、俺は車のとったり色のことでさ、地球を汚してるんだから、そんなこと言う資格は必要ないと思う。だから、うん、捨てる人については何も言ってない。ああ、なるほど。地域交流、ウォーキング。そうそう、ウォーキングだから環境団体でも何もないんだよ。うちらは何て言うんだろう、北名古屋と人を写すの、それでゴミを拾って、ゴミの写真を SNS にアップするとちょっと見たくなる。ああ、なるほど。だからこの活動はすごい、他のホームページとかで、ここのホームページとか見てもゴミの写真は多分他のやつより全然少ないんだよ。あ、少なかったですね。交流してるとか、あとこう積極的にさっきから出てるんですけど、挨拶とかもかけていってて、そうそう、ガリガリ君当たったよとか。そういう些細なことでも交流していけるってことなんですね。そう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 。お、マスクですね。これは燃えるゴミですね。はい、お願いします。はい、これもガチのゴミ拾いだったらさ、一人一つだってさ、はい、やるじゃん。こちらは大草履で。あ、確かに楽しい。拾う係と受けるから持ってない。でも確かになんかトングないとかない。そんだけメンバーが多かったらそういうのもありなんだ。あ、全然もっとこのなんかちょっと喋るのが目的っていうのでも来てもらっても、正直いい、全然いいってことですかね。そう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 、週に1回ね、そういう仲間がおるところに集まるっていうのは大人になってからちょっと貴重なんで。でも確かに皆さん楽しそうにやってるなっていうのが印象ですね。本当に自分のペース、喋るのが好きだったらこういう関西の人とかとか喋るのが楽しいとか。ああ、そうですね。でも中にはさ、真面目に来た人とさ、もう奥とこう見切りを拾ってもらうじゃん。はいはいはい。その人は普通にしてもらえばいいし。なるほど。でもそういう人と一緒にゴミも拾う人もおるもんで、それでやっぱ楽しい。真面目にゴミ拾いも楽しいし、交流も楽しい。ああ。十分勉強になってもらえるか。なんか僕が思ってたゴミ拾いと違うというか、なんかこの楽というか楽と言いますか、気楽っていうのは、でもやってることはね、いいことも。そう、なんかやらされてる感があるわけでもないし、かといってなんか適当というわけでもなく、なんか自分と交流かつね、あ、いました、タバコのまたゴミですね。お願いします。またありました。これは燃えないゴミですね。よっ。すごい勉強にやっぱなりますね。でも勉強にもなるし、地域の人たちとのお話もできて、なんか一石何鳥どころじゃない気がしますね。でもやっぱ毎週やってるから綺麗な感じですけど、またありました、ゲット。今の集客度は、はい、機能が上がってて、もうすごい、普通ビニールとか有毒ガスが出るから分けてとは思うんだけど、あー、なるほど、もう何でも燃やして、あ、やっぱ機能が上がってるとなんかやる側も楽になったんですね。そうそう、これで瓶缶をここに1回入れといて、はい、セブンじゃなくて、ローソンの業者さんに頼む、はい、あー、
だから、なるほど。あ、そのコンビニの人に、コンビニの業者さんに協力をしてもらってる。そうそうそう。すごい。あ、もうなんか地域でお互いにっていう。もう本当に、もうなんか、全然イメージと違いました。なんかもう、とにかく細かく分けるのかとか、っていうのとか思ったんですけど。うん、ゴミの業者さんも、汚れてるようなビニールを、なんていうの、このビニール袋のゴミに入れるんだったら、はい、こっちにまとめてくださいって。でもそれもでも地域によって違ったりもするんです、しますけど、でも、なんかこれぐらい楽になるとやっぱいいですよね。そうそうそう。勉強にしかなってないです、今のところ。これでかっこいい男になれますかね。いや、こちらが引いてるんですけど、かっこいい男になるためにボランティア。でも関係ない気がする、それはもう。お前誰かが言ってましたで、ね、トペンギンさん、あのボランティアやる人に悪い人はいないって言ってた。マジっすか。マジっすよ。あれあれあれ。よくコンビニとかにあるとたくさんありますね。でもこうやって。まあ、ちょっと綺麗。水野さんお願いしまして。缶です。瓶とか缶が不燃ゴミらしいですね。意外と分けるのが少ない。少ない。誰でも簡単に始めやすい。全然。誰でも。本当に一人でちょっと参加するの難しいなとかってね。それはそこで合ってるんですか。間違えました。こっちですね。そうですね。参加してみたいって人は気軽に来れると思います。こんなに、こんなになんか思ってた、おごそかだと思ってました、もっとおごそか。レッドペンギンズさんがすごくいいところな、アットホームな、いいところなんですよ。今回は、なんだろう、自分でトング持ってきて、自分でゴミ袋持ってきて、ゴミは終わりだ、はい、拾ったゴミは各自で持ち帰りましょう。他のところはお土産付き。お土産付きいらないとね、そう、でもここ全部そなんか備え付けというか手ぶらできてさ、はい、それで最後にね、ドリンク飲んで帰る。してない。僕21です。やべえな。やべえ。あそこの撮影お願いします。あそこの撮影。あ、行け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 。やらせです。やらせ、やらせじゃん。やらせかと思われます。やらせです。ああ、やっば。早さ巻いてたもんね。やらせ。ばらまいてた。めっちゃ、めっちゃある。コンビニ大収穫。コンビニとパチンコ屋がくっつくと分かんないよね。すごいっすね。コンビニとパチンコ屋さん。でもこんな楽しくゴミ取りやったことない。落ちてます、落ちてます。楽しく。いや、楽しく、楽しく。はい、はい、はい。はい、一元に比べたらもう、ここに来る方が楽しいですからね。そう、楽しんでよ、ここ。地域の人と交流できるのも、また一つの魅力ですね。あなたの住む地域ではないけどね。ないですよ。もっと増えたらいいなって思いますけどね、そういうところが。こうやって楽しくゴミ拾いが、するところが増えていけば、もっと日本も綺麗になるのになって思いますよね。おかしい。ただリアクト掃除隊とかもいいですよね。そうそう、その企画立ち上がりかけているんだよ。天馬さんがいなくなっちゃったからあれなんだけど、ちょっとちょっと、じゃあ俺らで意思を整えていくしかないな。じゃあもっとここから綺麗にしていきます。よっしゃ。わざわざここに立てる。ちょっと やらせやらせ、でも実際にあったゴミってことですよね。これはでも場所によってゴミの内容も本当に変わってきますね。このまっすぐ行くとレシートがよく落ちてる。あー、すごい、めっちゃ畑でもこういうとこにゴミを捨てる人が多いわけですもんね。これ覚えて、このここのゴミを拾う。ここのゴミ拾うんですか。ここに降りてる。自然の中にゴミあるの嫌ですね。うわ、見てください、これ越えて取っちゃっていいんですか。いいよ、いいよ、これ飛び越えてもらって。不法侵入じゃないですか。すごい。丸ごと捨ててあるやつとか。こういう時に、なんかな、ドラえもんだ。赤い手袋持ってる。あら、本当赤い手袋。さすが。これもね。
コーンジュースをしてます。コーンジュース。ひげ剃りとか落ちてるもんなんだね。探検ですよ、これ。え？ああ。あっつい、汗ダクダク。でも全然そんなの気にならないぐらい、なんか楽しいが勝っちゃって。よっ、パチンコ屋さんの周りはゴミが多いですね。さっきまでスカスカだったのがだんだん増えてきました。あ、じゃあ飛び越えるところちょっと。もうあとちょっとで、もうちょいで取れるかな。確かに毎週やってたら寂しくないですね。来るよね、イベントが言わないと。来るよね。で、よほど暇でこっち行ったらさ、寂しくない。確かに。日曜日のサザエさんみたいなもん。あ、確かに。サザエさんないと寂しいかもしれないです。なんかホッとするでしょ、なんか毎週の通りやるから。作者確認するの。ああ、そっちの方。そっちの方。俺はこの活動絶対なくなるの。いただきました、ありがとうございます。暑い日には、お、誰か当たりが。わあ、おめでとう。ゲストから。お、引いて引いて。え、どれでも。あ、やった、いただいちゃった、ありがとうございます。ありがとうございます。一日終わったぐらいの今までの物量というか思い出というか。まだまだ9時です。そうです。こっから帰って実際一袋浴びて今日は稽古に行きます。お、そうか、今日稽古か。そうだよ、頑張ってね。頑張ります。まだ引き続きごめんも、うん、取ってくんで。8割なんて言ったか分からなかった。やっとでもやりました、あのあそこら辺の周りをね。バフスタの周りやりたいよね。バフスタの周りやってやるしかねえな。中川区支店ペンギンズの拠点に。そうそう、うん、リアクトペンギンズをそこへ巻こう。あれしかないわ。はいはい、うん、他にもありますもんね、ペンギンズ。ある、グリーンとかある、ある、ある。よく知ってんじゃん。ちゃんと調べてみましたから。えろ。あ、外れた。もう今は皆さんそのとこまで。またあんぱくよし。これ終わった、ゴミも入れて。よし、よっ。お、あー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 。広げてちょっとこれを。素晴らしい。これそうです。これセーフで。よし、取れました。やった。でも多分投げ入れちゃう人とかもいるっすからね、こういうところに。いるよね、あれは。あれはちょっと厳しいっすかね。やったよ。同化しちゃったね。あんなところに。こんなところにゴミを。あ、こういう人もいるんですね。でもお願いします。やたら多いね今日。多いですね。多いね。めちゃくちゃやんだな。うわ、すごい。うわ、はい、ありがとうございます。だいぶありますね。拾うのが好きですか、やっぱり。拾う、あ、もう拾うのが好きかもしれない。お願いします。はい、自然界隈ですね。それあれじゃないですか、暑さで魚が死んじゃってるんで。なんともこれ違うところです。一人でなくない。ああ、しかもあれ、便器捨ててある。こんな便器も捨ててあるし、
こういうところでみんな捨てちゃうんだな。あ、こういうのはそう、醍醐味ね。でもなんかちゃんとしたところに捨てればいいのに、なぜライター分別の仕方は、あんまり詳しくは取ってないかもしれない。どっかいい場所なのかな。ライターを何て言うんだろうな、この状態でこの中に入れるとゴミ収集の時に爆破しちゃう。ああ、だから破壊して入れると分別。やっぱりこういう用水路めっちゃペットボトルで、例えばこういう色の麦茶がパンパンに入ってる状態で捨ててあったら、中がお茶じゃない可能性あるって知ってる？え、長距離ドライブのドライバーはトイレがないっていうところ。あ、まあ、そこから先はということで、いや、こんな汚くなっちゃったとね、かっこよくないですからね。僕が取り損ねた。あ、ありがとうございます。お、あ、これですね。街中に貼ってあります。俺は あ、そうですね。参加者募集しておりますもんね。もうぜひ。ここで卒業式やったんだ。今日のが来たルートです。そうそう、お、なんかあっという間すぎてちょっと寂しい。だからその分たくさんゴミもあって、でもこれがもっとも、例えばもっと大状態になってたら、もっといろんなルートにそれぞれとかもありますもんね。なんか何にも服も持たない人ただ歩くだけの人。すごいレーダーだね。本当にこういうのが増えればいいなって思うんですけどね、なかなか。だからもっとあのレッドペギンズさんのこの派生を。あ、岡崎にグリーンがある。あ、グリーン、岡崎なんですね。グリーン、グリーンのペンギンが知ってる？知らないよね。え、なんか、なんか名前は知ってます。あの見て、あのホームページを出させてもらって、グリーンペンギンがあるっていうのは知ってたんですけど、どこなのかは分かってなくて。岡崎で多分今度テネット市長になる。いやー、すごい。やっぱこういうところから、なんか地域とやっぱ密着してる人が市長になってくれると、それ、岡崎でももっとグリーンペンギンズがどん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 大所帯じゃないですけどなって、そっからもっと色が増えてったらいいですよね。じゃあ僕はあの地元に持って帰って作ります、ペンギンズ新しいの。何色にしようか。そうです、何色にしようかな。青が空いてる。あ、じゃあちょっとブルーペンギンズに発足します。発足して、うちは地元がガマゴールなんで、海がやっぱり汚いんで、海沿い歩きながらやれたらいいかなって思いますけど。あ、もう戻ってきちゃいましたね。早い。さて、戻ってきました。着きました。今から分別が来ます。分別ですね。めっちゃ集まりましたね。あっという間だった。毎週やっときまたことでいい。でも絶対行きます。年に自販機に1回でいいよ。自販機に1回でいい。新規に1回でいい。せめて月1じゃないです。分別をしてコンビニの業者さんにお願いをする。これがさ、自宅やらなかんって言ったら絶対できるよな。そうですね。やっとでも2時間ちょっとでこんだけ集まるのすごいですね。最初はゴミがないと思ったのにな。全然。ピザコースにしては少ないですね。これでも少ない方なんですね。最初の頃すごくて、軽トラで取りに来てもらった。そんなにですか。取り方楽しみだな。ということで帰ってきて、汗だくだったんでシャワーを浴びたんですけど、いや、やっぱ
思ってたゴミ拾いと違ったなってやっぱ思いますよね。僕はね、最初もうかっこよくなりたいがためにちょっとボランティアに参加してみようかなっていう風に思って参加したんですけど、この考えが甘かった。もうレッドペンギンズさんの活動自体がかっこよかったじゃないですか。あんな気軽に誰でもゴミ拾いに参加できるような環境を作り上げてる。もうこれがもっと全国的に広まっていけばいいのになって思いましたね。で、こうレッドペンギンズさんの方とお話しして考えたんですよ。リアクトも掃除部隊をやっぱ作るべきだっていうことなんですよね。リアクト掃除部、これ作ったらあのリアクトのスタジオの周りも綺麗になるし、ちょっとリアクトのね名前とかもどんどん広まっていくんじゃないかっていう風に思いましたね。あのどんどんこういう活動も広めていってほしいっていう。レッドペンギンズさん以外にも他のところでグリーンペンギンズさんっていうのがあるんですよ。これが岡崎だったかなっていうのが発足してるんで、もっとどんどんやっていきたいなっていう風に思いますね。あの青はまだ空いてるっていうことだったんで、ちょっとブルーペンギンズ発足できたらなっていう風に思います。なんで次の目標はリアクトのねスタジオ周りをきれいにするっていうのを目標に、僕もボランティアみたいな活動ができたらなっていう風に思います。ということで今日の動画はここまでとなります。チャンネル登録とこの動画に高評価の方をお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。せーの、だー。